有鉛ガソリン、有鉛ガソリン、有うガソリンは、アルキル鉛を微量添加されたガソリンのことである。火炎ガソリン、火炎、マイナスとも称する。レシプロエンジンのノッキングを防止するために、有鉛ガソリンには、アンチノック剤として、アルキル鉛が添加されており、無炎ガソリンと比較して、億単価も5から15ほど上昇する。歩きるなまとしては、 テトラエチルナマリ PB が最も多いが、テトラメチルナマリ PB、メチルエチルナマリなども該当する。いずれも、猛毒物質、毒撃法の特定毒物で、呼吸や皮膚接触により容易に吸され、中枢神経性の鉛中毒症状を引き起こす。ナマリガソリンは、第二次世界大戦中を含め、1970年代以頃まで、 自動車の燃料などに広く用いられていた。しかし、有毒で大気汚染の原因となるため、日本では自動車用レギュラーガソリンが197年に、自動車用ハイオークガソリンも1987年に完全に無塩化された。1980年頃まではプレミアムハイオークガソリン用にアルキル鉛がわずかに使用されていたが、今日ではマトブなど、 含む酸素系添加剤に完全に移行している。米国では、大気浄化法、クリーンエアーアークトにより、1995年にアリナマリガソリンが規制された。一方、レシプロエンジンを動力とする、航空機向けの燃料である航空用ガソリンには、ーナマリガソリンが使用されている。日本では、気発油等品質確保法に基づき、自動車用の夕ナマリガソリンは、 販売が禁止されている。また毒物及び劇物取り締まり法に基づき、有鉛ガソリンのアルキル鉛濃度は 0.3ml、L、航空用は 1.3ml 以下に規制され、かつ、オレンジ、航空用は赤、青、緑、紫の着色が義務付けられている。なお、自動車用の無限ガソリンもオレンジの着色が義務付けられており、制度上は、 色だけで火炎の有無を見分けることができない。1921年12月、米国の自動車会社、GM、ゼネラルモーターズの子会社、デートンリサーチラボラトリーに勤務していたトマス・ミジリーが、テトラエチルナマリオガソリンに点火すると、エンジンがノッキングを起こさなくなることを発見した。デートン社は、電話の故障を単に、エチルとしたが、報告書や広告上は、 鉛が添加されていること自体は伏せられていた。電話の特許権は、その後、親会社の GM に移管された。GM など自動車各社と石油会社は、当時の自動車の燃料として使われていた、エタノール、エタノール入り燃料を自分たちの利益にならないと考え、これに代わるものとして、電話の入った、ノッキングしないガソリン、エチルガソリンの導入を、提唱。 ガソリンの有うなまりかを積極的に推進した。1922年12月、ミジリーはこの功績で、アメリカ科学会などからいくつかの賞を受賞している。GM は電話の量産をデューポンに委託し、その業務を管理するため、1923年4月、ゼネラルモーターズ・ケミカルカンパニーを設立。チャールズ・ケタリングが社長に迎えられ、 ミジリーは副社長に就いた。しかし、生産を受託したデュポンの工場関係者が相次いで病に侵され、死者まで出したことから、デュポン社は電話の量産から撤退した。同じ頃、GM もデュポンの従来型製法での生産スピードに不満を持っていた。1924年、GM はロックフェラー率いるスタンダード石油社と組んで、エチルガソリンコーポレーションを設立。 ミジリーを部長に迎える。ニュージャージー州にあるベイウェイリファイナリーに工場を建設。電話の量産にあたっては危険度の高い高温でのエチルクロライド製法を採用した。だが、当初の2ヶ月の間に鉛汚染による症状が発生し、5人が死に至った。工場はニュージャージー州政府により閉鎖、スタンダード石油は電話の製造を禁止され。 製造再開には、州の許可が必要となった。エチルガソリンは、体育中に、大量の鉛を放出する結果となり、1960年代に、環境問題となる。開発者である、ミジリー自身も、鉛中毒となり、長期療養を必要とした。日本であり、鉛ガソリンが廃止された、直接の原因となったのが、1970年5月。 東京都新宿区市ヶ谷柳町にある牛込柳町交差点で発覚した牛込柳町鉛中毒事件である。民間の医療団体がこの交差点の周囲の住民が慢性的鉛中毒に罹患している疑いがあると発表したことからマスコミが取り上げ自動車の言う鉛ガソリンが原因であるとして社会問題となったのである。社会的に問題が大きくなったため 東京都が牛込柳町交差点の周辺住民の健康調査を行ったところ、鉛中毒ではないことが判明した。しかし、この事件を契機とし、鉛の毒性による中毒が注目されるようになった。このため、政府、通商産業省、現経済産業省、運輸省、現国土交通省は、自動車排気ガス中に含まれる鉛に対策を、 求められることとなり、経過措置を経ながら、ガソリンを完全無煙化することに決定した。また、厚生省、現、厚生労働省は1971年6月に、鉛化合物に対し、環境基準を設定している。実験自体は、鉄造ではあったが、そもそもテトラエチル鉛自体が毒物であり、一般消費者向けの商品に使用されないに越したことは、なく、また、 触媒、キャタライザーの能力を保持するという点からも自動車用ガソリン無塩化は意味のあるものではあった。また、シリンダーヘッドに中鉄製のものが多かった関係で無塩化対策の難しかった小型トラックはこの時期を境にその主力をディーゼルエンジンへと移行した。これが後に平成初期のディーゼル郊外の原因となる。 1975年2月1日生産分からのレギュラーガソリン無塩化に伴い、無塩ガソリン対策車と有り鉛ガソリン車と区別するために4種類のステッカー、3cm5cm 程度が作られ、ガソリンタンクの周辺や窓ガラスに貼られることとなった。前期表記の中で赤色ステッカー表記の言ま鉛ガソリン使用指定車。 有りなりガソリンとオレンジ色ステッカー表記、高速有鉛り使用条件指定推奨者は、自動車メーカーによって、年式と車体番号による区分がされており、無塩ガソリン、無塩火力を含むを使用する際は、自動車メーカー発行公式資料による確認、あるいは自動車メーカーに問い合わせによる確認を行う事例もある。また、使用する際には点火時期調整等の調整を、 確実にしておくのが良いとされる。排気ガス規制の関係もあり、場合によっては行動を走行できない可能性もある。1980年頃までは、廃屋イコールユーナマリガソリンであったため、いくつかの祖母が生じている。製造時無塩化対策を施している車両であっても、高負担を要求する場合は、当時は赤ステッカーを貼られていた。しかし、 それらの車両は無塩プレミアムガソリンで問題ない。また、この頃のアウステッカー車は取扱説明書などに廃屋ガソリンを使用しないよう記されているが、それはユーナマリガソリンの使用禁止という意味であり、現在の無塩プレミアムガソリンを給油しても特に問題はない。なお、ユーナマリガソリンの製造、販売終了に伴い、現在製造されている新車には、 このステッカーは貼られていない。また、新車製造時に青ステッカーを貼っていた自動車も、車検の際に剥がされてしまっている場合もあり、あまり見ることはできない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。